こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。今日はアマゾンへの荷物の納品方法、郵便局がオーストラリアとアメリカの配送をストップしましたんでね、それに代わる方法ということで、まず船便は確認中なんですけど、いろいろ確認事項が多いのとね、荷物、多い方が、一人一人の送料安いんでね、できるだけきっちりした利用方法で、具体的な見積もり出してね、利用者増やして利用したいと思いますので、ちょっとね、14日カットラインの輸送で送る予定でしたけど、ちょっと遅れそうです。引き続き続報をお待ちください。それから、会員の方、DHL を使ってね、送ろうと、あれを送ってる会員さんがいらっしゃいます。やっぱりね、定価だと高い。で、法人でね、他の県で使ってる会員さんなんかだと、割引料金もらってる会員さんもいるんですけど、個人利用だとね、定価で払うとかなり高いということでね、私の会員さんで、荷物をまとめると、そして DHL で送るという形でね、割引料金を使って送れないか、送れないかというか送れるんですけど、その利用方法とね、価格の方を今交渉中ですんで、分かり次第お知らせしますので、こちらの方も、少々お待ちください。それから、フェデックス。フェデックスがね、高いんですけど、一番早いと、いうような送り方でした、今まではね。ただね、なんか今、ダイレクトじゃなくて、割と経由して送られたりなんだりというのがね、結構増えてるみたいなんで、このフェデックス、昔みたいにすごい一番早いという形でもなくなってきちゃったのかなという感じです。で、値段の方もね、割引、受けた後の値段でも、まだなおかつ、DHL のね、定価並みと、かなり高いんでね、ちょっとこれはかなりの割引、元の値段から考えるとかなりの割引をもらわないとね、使い勝手が悪いんで、引き続き調査中です。で、それから、今、じゃあね、何やってんのと、ね、郵便局送れない、ね、そうなるとその間何やってんのということなんですけど、ちょうどね、去年の秋始まったばかりのシンガポールアマゾン。で、こちらシンガポールはね、EMS でまだ送れます。まだ送れますというかね、止まってません。かなり遅れてましたけど、無事、納品されて販売開始した会員さんもいます。始まったばかりのね、市場ですんで、やっぱり早めに始めておくと、いろいろとメリットもあるんでね、商品探し、オーストラリアの商品探しをしつつ、シンガポールでもね、商品を見て、で、シンガポールでね、これ十分納品できるじゃんという商品があったらね、シンガポールに納品していくということが、今のところ一番のおすすめかなという感じです。ちなみにね、シンガポールについては、今年いっぱいは月額基本料かかりません。売った分のみのね、手数料で済みますんで、早めに始めることをお勧めします。ただ、登録がね、まだ、ちょっとね、始まったばかりでちょっとややこしいんで、登録はね、きちんと確認して、登録していってください。お気軽に登録方法、出す書類はこれでいいのか、金融はこれでいいのか、確認しながら、登録することをお勧めします。そんな形で、ね、国際郵便 EMS で手軽に送れなくなったということでね、いろいろと、面倒な手配等必要なんですけど、その分ね、確実にライバルも減ってますし、今ね、納品して、商品が並べてあればかなり高く売れて売れ行きもいいんで、これはね、トラブルだということじゃなくてね、チャンスだというふうに捉えてね、前向きに商品探しをして Amazon 室に取り組んでいっていただければと思います。また質問ご報告、いろいろお待ちしてます。 Amazon 室サポーター堀秀夫でした。